ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか ?BE:FIRST の皆さん、YouTube 総再生回数4億回、おめでとうございます。いやーすごいですね。デビューして1年半でこの勢い凄まじいと思います。そして本日は、BE:FIRST の新曲スマイルアゲインのミュージックビデオの公開日です。今回の動画はそちらをリアクションしていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭にマーゼル BMSG 所属アーティストトレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは早速 BE:FIRST の新曲スマイルアゲインのミュージックビデオ見ていきたいと思います。今日はねライトスティックを持って、おや、これメッセージの最後のところですかね。え、繋がってるってこと。じゃあジュノン、あ、いいね。わあ、イケメンだね。髪色綺麗。おい、シュンティ。いいね、この切ない声がたまらない。お、空港だね。わあ、かっこいい。なんとでも、これ。さすが、リョウキ。おい、リュウちゃん。なんか違った、マナティー、えい、いいね、レオ。わあ、ああ、あ、笑顔が爽やかだ、レオ。えい、ソータ、いや爽やかだね。いいね、このラップの入り、こう斬新だね、このタイミング。うい、あ、いい流れ。この優しい声たまらないな。おい、リュウちゃん。おー、リュウちゃん、この声また新しいぞ。うわー、このサビの入りたまらないね。ウェイ、シュンティ。いいね。いやー、すごいいいね。C メロね。うい、エッジボイス。あ、ここの盛り上がり。おい、ラストのサビ最高だな。うい、おお、飛行機。最高すぎる。おやおや、おお、また意味深な終わり。
BE:FIRST スマイルアゲインミュージックビデオ見ていきました。いや最高だね。ティーザーでちょっとだけ聞けたじゃないですか。パート1とパート2があって、で TikTok の方でもねちょっと小出しにしてたり、そして NHK のですね音楽番組でスマイルアゲイン初披露だったんですけれども、やっぱミュージックビデオになるとまた一味違いますよね。そして内容がすごく次につながるようなミュージックビデオ。最初のシーンもあれ、メッセージの最後のあのジュノンがね車のところでこう立ち尽くしている、あれの続きのような気がしますよね。そして今回のスマイルアゲイン、一番印象に残る言葉、君は綺麗だ、大事な人が旅立ってしまう、それを迎えにジュノンが空港まで行く、そんな感じのストーリーですかね。で最後ね、シュンティがジュノンの手をこうね握って連れていくあのシーン、また次の新曲につながっていくのかなっていうふうに思っちゃいますよね。いや素晴らしいですね。そして歌的な部分での発見ポイント、まず両機の何度でもここのところ、ここでですねエッジボイスを使ってるんですよね。これ実際やるとめちゃくちゃ難しいテクニックですから、ただこれができるとものすごく切なさだったりセクシーさをですね表現できるんですよね。さすが良機っていう感じですね。そして2番目のサビの手前の竜兵パート、あそこものすごく明るい声の響きが出てますよね。あの声質、今までの竜兵にはなかった部分かなというふうに個人的に思います。僕が今回のスマイルアゲインでですね特に印象に残ったのは良機と竜兵、この2人の先ほど説明したポイントですね。素晴らしいですよね。ただね今特に印象に残ったっていうのが良機と竜兵っていうだけでですね、他のメンバーも素晴らしいですよね。ソータも歌声にものすごく個性が出てきてですね、聞いててすごくこう楽しくなってきますよね。そしてレオのあの優しい声、聞いてるとほっこりとしますよね。そして最後のサビのですねジュノンが歌ってるところの裏でこう高い裏声が出てるんですけど、あの絡みも素晴らしいですよね。あれはジュノンじゃないとできないかなっていうふうに思うんですよ。そしてマナティの安定したあの優しい声、そしてシュンとはワイルドな声からですね切ない声、もう本当に歌声七変化っていうぐらいですね、シュンとはものすごくいろんな声質をコントロールしていますっていう具合にですね、説明しだすとものすごく長くなってしまうので、今回は結局全員分言っちゃいましたけど、一番印象に残った良機とですね竜兵の歌い方を一番最初に説明しました。 BE:FIRST はやっぱり素晴らしいですよね。今回のこの動画を見て BE:FIRST を知った方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 BE:FIRST 今回スマイルアゲインのミュージックビデオ公開しましたけれども、この後ダンスプラクティス動画だったり、ミュージックビデオビハインドだったり、そしてリアクション、 BE:FIRST が自分たちのミュージックビデオを見て感想を言っていくような動画、いろんな動画公開していくと思います。そしてその動画でですねいろんな BE:FIRST の表情をですね知ることができると思いますので、ぜひ BE:FIRST 応援よろしくお願いします。そして鶴さんの BE:FIRST ボーカルルームの方もチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。